はい、皆様こんにちは、テニスのつぼけいでございます。はい、今回は2回戦プイユ選手との試合となります。能力値81、おーすごい派手。ウェアが第28シードとなります。さあ、2回戦の相手はプイユ選手です。フランスの選手ですね。ルカ・プイヤノシヒト・ニシオカと言われてたような気がしないでもないですけれども、おお、やっぱ1回戦までの相手とはサーブのスピードが段違いですね。201キロかな、出てたみたいですね。よし、プイユ選手の個人的な印象はやっぱバランスタイプかな、強打してくるんだけれども手堅い選手、サーブは、まあ、身長も高いんで強烈は厳しい。ちょっとラリーにならないな。これはラリーをまずはしよう。とりあえず相手をちょっと下げる選手、下げるショットを多めにしてラリーをしたいと思います。まあ、今こうしてる作業っていうのはちょっと今ショートポイントで終わらせられた、相手がいいショットを打ってきたっていうので、まあ相手にとりあえずは1本では決めにくいんだよっていうのを印象付けるためにやってますね。こういうショットもまあなんとか取れたら取る、ベースは下げる。まあこのゲームに関してはまあちょっといろんな実験をするゲームに、おーそこを狙うの、まあ取られてもいいんで、まあ、今のショットをミスったらちょっと予定外でしたけれども、まあラリーをしていけば、ね、今能力値が54ぐらいだったかな。いやー、能力値54と81なんで相当不利ではあるんですけれども、本当は今60くらい能力あるんですけどもね、調子不調ということで、まあ、とりあえずは1本で決められないよと主張してみまして、よし、おいし、ちょっと今あえてセンターから遠い位置からサーブを打ってみてます。まあちょっとね、一発でやれるリスクは出てくるんですけれども、まあとりあえず相手を動かす展開にしたいなっていうちょっと意図があってやってます。センターからちょっとどっち打ってくるかわからないっていうのが今ちょっと辛いかな。よし、 OK。 さあとりあえずキープはできました。どうしようかな、相手のサービスゲーム、とりあえずはスライスでいいからラリーに持ち込みたい。まあサーブがいいとね、ダブルフォートしてくれましたけれども、サーブがいいとどうしても3球目までに決まっちゃうことがね多くなっちゃって、なんとか3球以上つなげる。よし、さあ2本取りました。最初のゲームから考えるとだいぶね相手もやりづらく感じ始めててほしいな。まあ、コンピューターなんでね、感情はないですけれども、活
感情があると仮定してやる。よし。今狙ってるのは、ちょっと下がってはいるんですけれども、相手が速いショット打ってきた時に速いショットで返すのをちょっと狙ってます。相手が速いショット打ってきて自分が体勢がいい時、まあ、カウンターショットの鉄則ですよね。自分の体勢が良くて相手が無理してる時っていうのがカウンターの狙い目です。相手が無理してない時に狙っていってでもそれはカウンターとして成立しづらい。まあ逆に相手の体勢が悪くても自分の体勢も悪い時もカウンター的には難しいと。まあ今はちょっと下がってチャンスを待ってます。今のはちょっと体勢が悪い。体勢はいいけど相手の体勢も良い。これもそうですね。相手はもうしっかり戻りきってるとき、これはちょっと自分体勢が悪い。これはやられる。まあこういったカウンター狙い早い。ドロップか。追いつけ。おうし。さあブレイクしました。イエス。さあプイユ選手に先取りましたね。さあここをキープして初めてリードと。ちょっと角度つけてみるか。厳しいか。ラフティングワイドにスピン系でドロップ打ってみて。いやー厳しいかーい。プイユ選手もちょっと今はペースをかなり下げてきてる感じがします。カウンター、美味しいですね。今のはもうクロスを待ってたところに相手がちょっと早い無理したショット来たからカウンターだから決まるみたいな。その辺は私の場合は結構もう本当感覚にはなってくるんで、まあ説明するとするとそんな感じで、するとするとそんな感じかな。相手がどのくらい無理してきてるのかで、自分がどのくらい体勢がいいのかを、はい、いやいや、さすが、さすがプイユ。でもまあ言うてね、まだ2オールですから。よし、この西岡選手は今のね、このゲーム内の能力値だとスタミナと、スピードがあるで反射神経がいいっていうような能力値にはなってるんで、なんとかそれを活かせるようなね。逆に、今能力値あんまり上げてないのがパワーと、サーブのスピードですね。だからまあどうしてもラリーでの展開が多くなる。うえー、いいサーブ来るな。
追い尽くしクロスだし、さあまあ言うてまだキープされただけ、ちょっと球足出ちゃいましたね。さあまだまだわからない。おいし、はい、手が無理してきたとき、無理それは無理。ボディ、よし、オッケー。今はちょっとショートポイントを狙ってます。ボディスライス、いやーコードボールそれ入っちゃうのか。おうし、さあキープして、さあ4ゲーム選手というかね、5-3 までやります。で 4-4 になったらタイブレークです。というわけでここはおーし、先1本取れました。ネット来たか、上げる、オッケー、なんかわかんないけど取れました。おーし、さあこの2本リード、はい、でないっすね。いやー、なんとかこう攻められたら攻める。これは入って、よっしゃ、入った、危ねえ。なんかちょっと足痛めましたかね。大丈夫だから、オッケー、とりあえず取れました。なんかちょっと足気にするカット入りましたよね。ちょっと大丈夫なんかな。今のポイントちょっと短かったんで全然気にならなかったですけれども、さあニューボールです。あ、プロの試合だとね、ボールチェンジのタイミングは7-9ですね。7ゲーム、最初7ゲーム終了した後にボールチェンジ、以降は9ゲームおきにボールチェンジです。まあ、プロの試合だと、プロの試合だとっていうわけじゃないですけど、ATP ツアーだと、6球使うことがほとんどかな。6球の大会が多いですね。要は6個出して、最初の7ゲームが終わったら、全部6個とも取り替えるっていう風な感じです。まあ、7ゲームと9ゲームっていう風なとこなんですけれども、最初なんで7ゲームかっていうと、最初のプラクティス、練習が入るからっていう理由ですね。練習で使ってるのがまあ2ゲーム分の摩耗だろうとっていうので最初は7ゲームになってます。国内のジョップの試合とかだと
高いカテゴリーの大会だと、911が主流ですかね。9ゲームで交換。で、その後は11ゲームで交換。で、下位カテゴリーの大会だと、セットチェンジっていうのもありますね。1セット終わったら交換っていう大会もあります。3セット待ちだとね。だから最大3セット使うみたいな。で、さらにちょっとカテゴリー低いとセットチェンジなんだけど、ファイナルセットになったら、要は、3オールになったら、使った4球のうちから、状態の良さそうなやつを2球使ってくださいで、みたいな大会もあったりします。大事なの。一般の草党だと、ワンセットマッチがほとんどなんで、大体2球渡されて、それを本部に2球返すっていうのが多いですかね。ちなみに、ジョップの大会は、セットごとにっていうか、911だろうが、セットチェンジだろうが、2交通球配置。を使うことが多いです。で、カテゴリーが150万以上くらいを目安に、3球使う大会が増えてきます。3球を、要は9ゲーム、11ゲームごとに交換っていう大会が増えてきます。その辺は大会要項にね、書いてあるんで。そんな感じで、ウェーイ 見てみるといいかもしれないです。さあね、今おしゃべりずっとしてましたけれども、今マッチポイントでした。マッチポイントであんな厳しいボールを。さあ、このポイント取れば勝ち。よし、チャンス入れれば勝ち。オッケー よし 急に嬉しくなりました。さあ、1回戦じゃないか、2回戦ですね。初実名選手に勝ったのかな？多分そうですね。はい、というわけで、サーブが215キロ出るんだ、すごいね。さあ、2回戦勝った西岡選手なんですけれども、足の怪我をしちゃったみたいですね。ちょっとした足の怪我をしちゃったんで、14日間ぐらいかかるけど、治るまでかかるけど、このまま続けるか、それとも、リタイアするかっていう風な、選択が出ました。ちょっと正直ね、今能力値も下がってる、調子悪くて下がってるところですし、ここで無理してもなっていうのが、ただね、マスターズの3回戦なんで、出たいっていう気持ちもあるんですけれども、これで怪我悪化しても、ちょっとあれなんで、今回はちょっともうリタイアをしたいと思います。やっぱ試合中、足を引きずってたのか影響しましたかね。はい、というわけで、今回の大会の優勝は、シュワルツマンですね。ディエゴ・シュワルツマン、準優勝はフェリシアーノ・ロペスだったみたいです。はい、とりあえず2回戦勝利したんで、ランキングポイント45ポイント差で186位、200位切ってきましたね。賞金も370万円ぐらい得ることができました。はい、というわけで、現在がね、8月じゃない、10月ですね。10月の3週目ということで、テニスのオフシーズンもだいぶ近づいてきましたので、とりあえずは無理しないように、ちょっと怪我の治療を、ちょっと怪我中ですね、をしながら、今年1年を締めくくりたいと思います。はい、ではご視聴ありがとうございました。